Wikipedia English writes that the entombment is an unfinished painting of the placing the body of Jesus in the garden tomb, now generally attributed to the Italian Renaissance master Michelangelo Buonarroti and dated to around 1500 or 1501. It is now in the National Gallery in London, which purchased the work in 1868 from Robert Macpherson, a Scottish photographer resident in Rome, who, according to various conflicting accounts, had acquired the painting there some 20 years before. In the entombment, most likely painted by Michelangelo Buonarroti, we can read a message from King Christ in the Renaissance that Shamash Jesus was murdered by Inanna Maria and John the Baptist before he was crucified on the cross. Three other people are Maria, a younger sister of Martha, an angel Gabriel, and a unknown man who resembles Noah in one of the paintings in Capella Sistina. Shamash Jesus was murdered most likely because he betrayed Inanna Maria to Mithraism, and the monkey-like animal is a giant monster Humbaba, a pet monster of Shamash, I understand. I, Hiroshi Hayashi, would like to explain these facts in the following videos one by one. ミケランジェロ・ブアラノティが描いたとされる埋葬と題された絵画です。この絵画を通して1500年後のカイン・キリストは次のようなメッセージを私たち人間に残しました。つまりシャマーシュ・イエスは十字架で処刑される前にイナンナ・マリアとバプティストのヨハネによって殺害されていたということ。残る3人の人物は天使のガブリエル、ノアによく似た人物、それにイエスの世話係をしていたマーサ、聖書名マルタと呼ばれる女性の妹のマリア、つまりシャマーシュ・イエスの妻ということになります。シャマーシュ・イエスはこの絵画によれば敵対するミトラ教側に寝返ったため殺害されたと私林博士は考えています。なお右下の動物はシャマーシュのペットのフンババです。メソポタミアではジャイアントモンスターとして恐れられていました。これらの事実をこの一連の動画の中で順に説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。
フィリップ・マッコート of National Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy, but appear to be virtually blank. But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo? ロンドンナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートはミケランジェロが描いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのはそれが未完成の作品であることである。第一に驚くのは未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。がそれはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで奇妙なのか、その前にこれは本当にミケランジェロ自身の作品なのかなどなどと。広志林、浜松市、ジャパン。この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。
で、この両者を比べてみると全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネチアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはヴェネチアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この赤枠をつけた人物はイナンナということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。イナンナに注意してください。話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナです。がどうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、まあ、つまり右からですね、イナンナイナンナとなると、一番左の人物もイナンナとなるわけです。なぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中に、その謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message
in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna, and here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video. 1500年後のイエスはダヴィンチなる人間が書いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します。聖母マリアはイナンナのことであると。その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナイシターということになります。マリアイコールイナンナ、つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となるとミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬
という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の大作というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い
い闇の中に包み込まれています。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダ・ヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形で、この先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となると、これは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシステナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、が下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。まあ、色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題された
ミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンギャリの戦いの絵です。で、そのアンギャリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何十という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林博士が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、ハローを表しています。その証拠にこの人物の左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが
処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、まことにもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダ・ヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますと、そこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セント・ジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば、イナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダ・ヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくて、これから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したと
ということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで、最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたように、この絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となると、この右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまり、この絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その位置、理由付けをしたものと思われます。しかし、これは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまり、イエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は、実はダ・ヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまり、ミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて、実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。 Bye for now.